杉本を公園に出してもらうためなんだ。ボロクソに言われて悔しいだろうが耐えろ。これもアシリパを見つけることにつながればやる意味もあるだろう。俺は少女団のお荷物です。ブヒー、うまく踊れない、うまく踊れ。泣かないで、ケンジロちゃん。頑張ろう、ケンジロちゃん。ほらみんな、早く戻らないと。フミヤ先生に叱られるよ。はーい、ケンジロちゃん、またね。ケンジロちゃん、あたいね、この町の公演が最後なの。ベニコ先輩、嘘だろ。少女団はみんな孤児で、山田局馬団に面倒見てもらってるの。そして大きくなったら工業先のどこかのもらいっ子になって置いていかれ、局馬団は次の土地へ移っていく。そうなのか。あたい、最後にケンジロちゃんと踊れてよかった。カラフト公演絶対に成功させようね。うん。エンジロよかったわよ。え？え？